ここは海の上、魔物が出る可能性はとても低いから安心していいわ。ごめんなさい、こんなこと言ってたら出てしまうかもしれないわね。何はともあれ、イギリスでの戦いお疲れ様。あなたも疲れたんじゃない？学園生の他にネテスハイムの魔法使いにも魔力を分けたんだから元気そうに見えるわ。あれだけ使ってまだ余裕があるのね。やっぱり興味深いわ。いつかあなたの魔力の底を見てみたい。お願いね。私はあなたの根源を見つける。あなたが人類にとってどのような意味を持つのか解明してみせる。そうすればあなたの立ち位置がはっきりするから。もし学園があなたのいる場所ならどこにも渡さないようにするから。そのためにこれからも調べさせて。あなたの謎が紐解かれるまで協力してちょうだい。こんなところでする話じゃなかったわね。景色を楽しみましょうか。研究室にこもってばかりだと見えないものだもの。ノートパソコンも取り上げられた今、それしかすることがないわ。あの人は政財界の重鎮、あっちは魔法療法の権威、あそこにいるのはIMF のドイツ支局長。有名人ばかりよ。呼ばれたんだけど、私笑って話すのは得意じゃないからあなたにお願いしたの。遊佐さんに鍛えられたから大丈夫でしょ。ええ、知ってるわ、そのあたりの話は。だからお願いね。通訳はしてあげる。それとも自分で話せる？それなら私は何もしなくていいから楽だわ。今近づいてきてるのは CML の上司だった男。気をつけてね。男でも女でも構わないらしいから。あなたのおかげで助かった。一人だったらもっと疲れてた。ごめんなさい。慣れない靴を履くものじゃないわね。壊れてしまった。足もくじいたみたい。あら、近いの？あなたの部屋なら少し休んでもいいかしら。痛みが引くまででいいから。どうしたの？迷惑なら我慢して部屋に戻るわ。見られたくないものもあるでしょうし。それとも誰かいる？あまり悪評が立つようなことはしないでね。どうしたの？